怪獣たちのいるところは、モーリス・センダックの絵本。1963年出版。翌年、コールデコット賞受賞。世界中で約2000万部売れている。日本では1966年に、いろいろお化けが住んでいるというタイトルで、ウェザヒル出版から最初に翻訳された。この時の本文は75兆であった。1975年、神宮寺尾による新訳が、 不残暴より出版された。怪獣たちのいるところという役題は、この時に神宮によってつけられたものである。神宮によると、現代のワイルドシングスを、同翻訳する歌詞案の末に、子供が読みやすくて言いやすく、絵のイメージにも合う、怪獣にしたという。この神宮による翻訳は、約100万部のベストセラーとなっている。いたずらのお仕置きに、夕食抜きで実質に閉じ込められたマックス。 しかし部屋にはみるみるうち不思議な森や海が広がり、航海の末マックスは怪獣の国に至る。怪獣を従え王様となったマックスは彼らと楽しい、ひと時を過ごすが、やがて家が恋しくなり、自分の部屋へ戻る。そこには夕食がまだ暖かいまま置かれていた。ありがとうございます。